中根裕二は、宮城県仙台市出身の元プロ野球選手。宇と右打ち。いとこは、元プロ野球選手の中根ひとし。小学2年から野球を始める。仙台東リトルで、世界選手権準優勝の経験を持つ。エース候補として、仙台育英校に進学したが、1年時の秋に、右肘靭帯を手術。 2年次の秋になって復帰するが、3年時の夏も、佐藤祐樹の控えであった。宮城県予選の泉高戦では8回を4安打、無失点13奪三振を記録する高騰を見せ、チームも、第89回全国高等学校野球選手権、大会への出場を果たしたが、甲子園での登板機会はなかった。高校卒業後は、仙台六大学野球連盟に加盟する。 東北福祉大学に進学。1年時の春からリーグ戦に登板、秋に初勝利を挙げる。3年時からエースとなり、春は5勝を挙げム v p に輝き、ベストナインに選出された。第59回、全日本大学野球選手権大会では、仏教大学の大野雄大と投げ合い6回途中を鬼、失点と試合を作ったが、チームは、 大野の前ににアンダーカンプルと抑え込まれ初戦で敗退。秋は春に続き5勝を挙げ2期連続でベストナインに選出された。4年時は春に5勝を挙げて MVP も周期リーグ開幕前に肩を痛めてしまい9月半ばに休援で復帰し3試合の登板に止まった。リーグ通算29試合19勝1敗、防御率0.88。 2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから5位指名を受けた。2012年1月7日、都内の病院で右膝前十字人体損傷の人体再建手術を行った。2013年9月25日、群馬県立林市内の病院で右膝一の束腹人体再建手術を受けた。2013年10月8日に、 球団から戦力外通告を受けたが、11月12日に育成選手として再契約されたことが発表された。2014年10月1日に球団から戦力外通告を受け、10月31日に自由契約公示されたが、11月18日に育成選手で再契約を結んだ。2015年10月2日に球団から3年連続となる戦力外通告を、 受けたプロ入り後、1軍、2軍ともに1試合も登板できずに対団となった。最速時速148キロメートルのストレートに、落差の大きいフォークが武器で、他にもスライダーチェンジアップなどを投げる。ありがとうございます。